ですよ。すごい買うか迷ったんですけどね、買っちゃいました。これはね、あれなんですよ、撮影機材なんですけど、ガジェット系のレビューする動画じゃないんで詳しくは紹介はしませんけども、おー、なるほど。これね、カーボンなんですよね、フレームが。フレームというか、このガイドシャフトがカーボンで、すごい軽いですね。あー、かなりスムーズですね。で、これね、雲台はついてないんで、雲台は別で買いました。お、もういいんじゃないですか、これ。よし、これがいいよね。常に中心を狙えるっていう、このセンターのシャフトの角度によって、その首振りを真ん中中心にするのか、外外にするのか、あるいはずっと平行で撮影するのか決められますね。とりあえず、まあ、こんなもん買ってきました。これでちょっと面白い映像撮りたいと思います。ソニーのレンズです。ソニーの E マウント 30mm の F3.5 マクロってやつですね。寄って撮れるやつで、加工し終わった後の表面の状態だとか、今までのレンズだと寄り切れなくて、まあ、綺麗に撮れなかったんで、ちょっとマクロレンズを買ってみました。おー、じゃ
とこのマクロレンズを使って質感だとかをお届けできたらなと思います。はい、三脚です。でね、この三脚はこれがですね、こういう風に首をね出すことができるんですよ。でこれがね欲しかったんですよね。 いいじゃないですか。ほらこれで寄って撮ったりね、上の方から撮ったりできると思うんで使ってみましょう。これをもう一つはベッセルの電動ドライバーですね。まあ、これはもう皆さんご存知だと思うんですけど、スピーカーを組み立てるときにちょっと重宝しそうだなと思って買いました。今回ねボルトが多いんで、ビットと六角のビットと本体を使いました。